2003年にはスティーブン・スピルバーグ監督率いるドリームワークスが世界配給権を獲得、話題を呼びました。今監督の作品はリアリティに根ざしたエンターテインメントで日本アニメの新たな可能性を追求しています。日本のアニメといえばロボットやキャラクターものが多いと思いますし、好きな方も多いと思うんですよ。今監督の場合はストーリー重視っていう印象を受けるんですが、それはやっぱり意識されてることなんですか？そうですね、ストーリーを一番大事にしてますね。私はまずストーリーを決めて、そのストーリーに見合ったキャラクターは何かという考え方しかできなかったんです。なんで先に話がないとキャラクターも決められないという、で必然的に私はどうしてもそのストーリー重視というふうになっていってしまいましたね。すごい、もうそれがすごいですね。すごいですかね。へそ曲がりなんですよ。キャスティングを後からするってことですね、ご自身の中で。そうですね、他にやり方があるなんて知らなかったし、自分がこう例えば漫画なら漫画、アニメーションでもいいんですけど、考える時何から出てくるかっていうと、やっぱりそのストーリーの部分になるんですよね。今監督の作品って、はい、例えば、普通もうちょっと例えば実写に例えると、主演の女優さんがもうちょっと似てたり、作品の中のヒロインが似てたりこうなんかするもんだと思うんですけど、劇団員全員が違うみたいに、なんか作風そのものが全部違うような気がするんですよ。ああ、作る旅ごとにですか？はいはい。それは意識されてるんですか？そんなに意識してるわけじゃないんですけど、私基本的に私がこれまで監督してきてるものって通ものを作りにくいんですよね、続編というか。で基本的に完結してるんですよ、私の中ではね。でそれはやっぱりストーリーを重視しすぎる弊害でもあると思うんですよ。だってストーリーを重視するっていうことは終わるっていう、終わりをつけるっていう形で成り立ちますよね。でキャラクター中心にものを考えてったら、そのエピソードが終わっても続編って作りうると思うんですよ、同じキャラクター。そうですね。でそれはないんですよ。なぜならこのストーリーの終わりとともにキャラクターの役目も終わるのだっていう、で一回描いた世界って飽きちゃうんですよ。飽きっぽいんですよ、すごく。でよく絵だけは飽きずに描いてきたなと思うんですけど、ある一つの世界に関わってそれを劇場作品の場合だと2年ぐらいずっとやるんですよ。で2年間ずっとそれについてばっかり考えるともういいやになるんですよね。違うジャンルであったりその素材っていうものについてしまうんですよね。アニメーション監督今聡の持ち味はスピード感あふれる展開で観客の興味を引き続ける演出。今監督はアニメ業界で最も詳細な絵コンテを作ることで知られています。自らカット割りを書き、背景や構図、絵の動き、音やセリフを細かく指定します。そうすることで完全に自分のイメージに近い映像を作り上げているのです。今監督の作品の作り方の特徴は、はい、特徴、そうですね、オリジナルが多いっていうこともあって、まず話を考える人、脚本っていうことですね。脚本の部分ですよね。お話を作ってそれを脚本にして、それをアニメーション化するにあたってビジュアルにするためにコンテというものを書いて、それ以後そのアニメーションや背景作業というのができていくんですけれども、その頭の方を絵コンテまでを特に私ががっちり握っているっていうのは大きな特徴だと思いますね。これそれは珍しいことなんですか？そうですね、脚本やコンテを大切にする人はもう全然珍しくないし当たり前のことなんですけど、コンテでかなり詳細に書いてしまうっていう意味では珍しい方だと思いますね。
と、これはテレビでやっておりました妄想代理人という作品のシナリオ、最終回のシナリオなんですよ、はい、で当然シナリオですから全てこう文字で書いてあるわけですね、はい、でこれこの横にたくさんなんかこうメモみたいな絵が描いてあります。 あれこれこれがカット割りなんですよ、私の。監督。はい、そうです。こういう、どうやってその、文字であるシナリオを、コンテに起こすかということなんですけども、ですね、じゃあちょっとあの具体的にご説明したいんで、まずシナリオの一節、本庄さんにぜひ読んでいただきたいですけれどもよろしいですか？ではいいですか、ここから、はい、この一ブロックですね、はい。その居場所がないって現実こそが俺の本当の居場所なんだ。ポケットからマロミキーホルダーを取り出し、地面に投げつけ踏みつけにする瞬間、すべての風景が瓦解して、それをよろしいですか、はい、これをまあカットに割るわけですね、はい、で例えば絵を描いていった時にこのセリフはいらないとか、言い回しを変えた方がいいとかっていうのがあって、はい、結構変えていくんですけれども、で、その居場所がないって現実こそが俺の本当の居場所なんだっていうのは、この、お話の中でこのキャラクターが喋るその決め台詞と言ってもいい大事なセリフなんですよ、はい、でそこまでにテンションが上がってきてて、この決め台詞をポンと出したいと。で決め台詞っていうのはもったいをつけたりとか、その強調したいところですから、普通だったら例えば人がこう映って、その居場所がないって現実こそが俺の本当の居場所なんだって言ってしまえば、伝わることは同じかもしれないですけど、そうじゃない、はい、その居場所がないって現実こそが俺の本当の居場所なんだっていう風にしたいと、はい、でここではそのとがきとしてポケットからマロミキーホルダーを取り出し、地面に投げつけ踏みつけにすると、セリフとは分かれて書いてありますけれども、はい、このセリフを強調するために、このキーホルダーを取り出し、地面に投げつけ踏みつけにしながらこのセリフを言った方が強調できると、うん、でそう考えると、うん、でポケットから出して地面に投げつけて踏みつけにするなんてこう小さいじゃないですか、動きが、そのアクションとして、そのテンションが上がってる人間としては、はい、そうするとこれはいろいろ絵を描いてた結果、もう持ってるバットで、打ちつけるというようなイメージに変わったわけですね。でその居場所がないって現実こそが、ここで一つカットが切れると、はい、でこの点々点ですね、点々点にさらに1カット使うと、で、ここでちょっとビビる、聞いてる方がビビるって、はい、でそれでまず3、はい、俺の本当の居場所なんだで4と、はい、でこの要するに一つのセリフをもう4カットに割ってしまうと。最終回約本編21分なんですけど、それの絵コンテなんですね、はい、こういう風にみんな描くわ、すごいんですけれども、綺麗な、れこれこれ売ったら結構こんなに描き込まれている絵コンテは初めて見ました、こういうのは珍しいんですよ、さすがに。あでその居場所がないって現実こそがっていうのがこのカットですね、はい、でポケットから取り出す、取り出しかけるまでにしたんですね、ここで何を出したかが分かったらつまらない、つまんないですね。でここで2カット目、何出すのかな、で俺のっていうところで聞いてる方の、はい、リアクションを切り返しってやつですね、はい、で何を出したかっていうと、ここで画面手前に出してバットで打つと画面が、風景が瓦解するというような、段取りになると。で絵はこういう、もう自分の頭の中で一応流れができてて、こういう絵になる、こういう映像になるはずだと。で今度これが1カットどのぐらいの秒数でやるのかを、具体的にスタッフに伝えなければいけない。そうですね。でそれをですね、今日はストップウォッチを持ってきたんですけど、でいろんなやり方がきっとあると思うんですけど、私の場合1カットずつ測ると
リズムが悪くなるんですよ。そうですね、はいはい。でちょっとやってみますね、はい。その居場所がないって現実こそが俺の本当の居場所なんだよっていう風にこうラップをかかるんです。あ、なるほど。でそれを振り返ると最初が3秒で次のが12コマで1秒で、2秒半っていうような例えば流れができるんですね。でそういう風にしていつも決めてるんです。ガチガチっすね。ガチガチ、鋭いですね。その居場所がないって現実こそが俺の本当の居場所なんだ。その居場所がないって現実こそが俺の本当の居場所なんだ。監督流の面白いお話の作り方って、そうですね、はい、例えば悲しい顔をされて悲しいシーンで主人公が悲しい顔をしてそれがもう目に涙なんか溜めて大写しになったりすると、うん、ああめんどくさいっていう風にそれは悲しみを表現してなくて悲しみを説明してるだけだと思うんですよ、うん、押し付けるのはやめてくださいっていう、見てるそういうのを見てるとどん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 こう引いていくんですよね。でもああやめてほしいなって私なんかは思ってしまうところがあって、一番肝心なその例えばある悲しみを書くときには、押し付けるんじゃなくて釣り込んでほしいんですよね。こう見てたものがお客さんの方がこう乗り出すようなね、それをなんかその押し付けるやり方って引かせてしまうんで、そうではなくてもしその一般的にっていうか分かりやすい方法として悲しい時にその目に涙をためた悲しいアップを書くっていうのがなぜ受け入れられやすいかっていうと分かりやすいからだっていうことになると思うんですけど、つまりはそれを一番お客さんが 見たいものだとみんな思ってるわけじゃないですか。その顔こそ見たい、だから隠した方がいいと思うんですよ私は。でどう考えてもそこで主人公が悲しむであろうっていう状況を揃えた時に一番のそのみんなが見たいであろう顔を後ろ向きにしてしまうとかものすごいロングで撮ってしまうっていう方が観客が参加できる余地が生まれると思うんですよ。ちょっと寸止め美学みたいな。あ、そうです、寸止めですね。だから余地を残し続けることこそが推進力なんじゃないのかなとは思うんですよね。ただそれってやっぱり見る側に努力を要求することにもなるんですよ。だって全部見たのに説明されてないところがあるわけですから分からない人が当然出てくるんですよ。っていうのもその映画を見るなりな、その、まあ、アニメーションでもいいんですけど見るときにもう多くの人が全てを説明されるものであるっていう前提で見てるケースが多いと思うんですよね。それをもっとだからお客さんにあなたも参加しましょうよっていうスタンスで作品を作れないものかしらとは思ってますね。ゲストのお気に入りをランキングするフェイバリット5。今監督が選んだテーマはお気に入りの置物。第5位は東京で買った大鉄鋼。第4位は韓国の謎のお面。第3位はエジプトの三大ピラミッド。第2位はニューヨークで見つけた黒い鳥。そして気になる第1位は、コンさん第1位を発表してください。はい、では第1位は化石です。あ、急に上がりますね。はい、いいじゃないですか、はい、化石の魅力って何でしょう。ですね、もう時間というもの以外にないと思いますね、うん、でこれ私好きだからって詳しく調べたりしないのが難点なんですけど、例えば何万年とかっていう時間がここにあるわけじゃないですか、手に取れる形で。でもそれだけで何かいいな、だってこいつこれ魚の化石ですけど
こいつだって生きて泳いでた時があったかと思うと何かすごい感じがしません？だって何万年か前に泳いでたんですよこいつは。魚拓じゃないんですよこれ、ね、捨てをこう墨つけて半身を押し付けたわけじゃない。語彙のお話も聞いていいですか？はい、さっぱりわかんないんですけど、はい、なんだそれっていう話、なんだろうっていう、はい、これは結晶なんですよ。一応こういうふうに出来上がるらしいんです、大鉄鋼の結晶っていうのはね。え、これも無作為でこう？そうですね、なんだか自分のようだなと思ったんですよ。ねえ、なんかこんなことを人前で言っていいのかな。いや聞かせてください。硬くて四角四面なのにそれぞれのその四角の結びつき方がねじれてる、うん、一個一個はすごく、まあ、いわゆる四角四面にものを考えているんだけど結びつき方がおかしいっていう、こういう風な人間になりたいと思ったんですよね。こうなりたいと。変ですかね。いやでもなんかそれを見た時にこう四角四面なんだけど変な風についているとも言えるけれども、ええ、変なんだけど真面目にこう四角いっていう風にも捉えられますね。さすがですね。そうです。ヒストリー。コンサトシさんは1963年北海道生まれ。父の転勤で札幌と釧路を行き来する少年時代を過ごしました。小学3年生で手塚治虫の海のトリトンに出会い漫画に夢中になります。もともと絵が好きだったコン少年、気がつけば一心に手塚漫画の模写を繰り返していました。どんな子供でした？最初に私単行本派でして、雑誌を買わずにまず単行、うん、まとまって終わってないものを買うのが嫌だっていう。ちょっとわかります。最初に買ったのは海のトリトンっていう作品だったんですけど、はい、4巻まで、で 1,2,4 しか持ってなかったんですよ。あれ3は3はね、はい、当時当然インターネットで何か買えるなんてこともなく子供の考えですから回れる本屋になければ手に入らない、はい、で 1,2 買ってさあ3をと思っても3が売ってない、うん、4は売ってる、でも先を読みたい、で4を買ってしまったんですよ、うん、話が繋がらないんですよ。はい、はい、でもね一生懸命埋めたんですよその空白を、うん、埋めようとした、はい、で後に3巻手に入れるんですけど全然違ったっていう。当たり前なんですけどね。違う話ですか？いやそういうふうになんかでもそう空想するのは好きでしたよ本当に。でそういうのがずっと好きで読んでたんですけど、中学から急に少女漫画の方に、で極端なんですよ。で一番売れてる漫画雑誌とかね、はい、少年漫画雑誌とかっていうのはまず読んでないんですよ。で何こんなこと言っていいのかな、汗臭いの嫌いだったんですよ。熱血みたいな、スポコンものとか。そうですね、はい、スポコンもそうだし体育会系のノリとかですね。 ありますね。努力とか友情が敵を倒すみたいなのが嫌だったんですよね。嫌だったんですね、なんか嫌だっていう。ベタベタしてるな。少女漫画のどういうところが？そう気になりますね。少女漫画汗臭くない。確かにそうですね。サラサラしてるのが好きだ。少女漫画ってね、サラーっとした文字、ね、背景もそんな書いてないし、で何かこう やけにモノローグと点々点が多い。でも点々点々、私って点々点々、なんかサラサラしてていいな。そう今そっか、そういう空間で見せるっていうところが好きだったって感じなんですかね。うん、それかっこよすぎますけどね。なんかとにかくそういうなんつうんでしょうね、汗臭さみたいなものを漫画に限らずですよ、好きじゃなかったです。体育とか手嫌いでした。何かこうチームプレーみたいなものが嫌になってきたんですよ。ちょっとわかりますね。
けど、当時はそういうのが嫌で嫌で、あのなるべく一人でできるものがいいっていう好みから絵の方に多分行ったとは思うんですよね。将来は漫画家になりたいと思ったコンさん、ギタリストを夢見て一足先に上京していた5歳年上のお兄さんの影響を受け、東京へ旅立つことにしました。しかし高校を中退し、迷わず音楽の世界に飛び込んだ兄とは違い、コンさんはきちんと高校も卒業、武蔵野美術大学に入学します。手堅い人生を選んだのです。兄がそういう方に進んだということで、まあ大きい影響があるどころか、あのこれは私が去年一昨年あたりから考えてるんですけど、コンサートし欲深じじい説っていうのが私の中で出来上がったんですよ。欲深じじい、昔話に必ず出てきますよね。欲深じじい、欲深じじい、確かにそうですね。あの一番わかりやすいの小太りじいさんなんですけど、二つついちゃうんですよね。おじい最初の、まあ、正直じいさんと言われるものは、そういういわば鬼っていう異様なところに入っていって、まあ、成功する人じゃないですか、はい、で疑いもなくただそこ入っていくわけじゃないですか、はい、でうちの兄はって何か総括し弟が総括して言うわけじゃないんですけど、音楽が好きで好きで、ただそれをやるためにはどうしたらいいか、ギターを弾きたくてっていう結果、せっかく入った高校も一学期でやめて、自分の好きなことをやるためには東京に行くしかないっていうふうにこう出てった人間と私は受け取ってるんですよ、はい、でそれが正直じいさんの道で、私は何そんな道があるならどれ私も一つ行ってみようかいのほっほっほっていう欲深じじいによく似てるんですよ私どうも。で欲深じじいがいかに欲深じじい打算的かっていうのはですね、あの知らないところにどんどん入っていくのは怖いっていう、またで入っていく以上何か戦術を立てねばみたいなね、もうその辺がすでに功利的で打算的なんですけど、じゃあ、ま、漫画なりその絵でやっていこうと、それが好きで好きでっていけばいいんですけど、ちょっと待てよと、失敗した時のことも考えて保険を考えればと、で高校はちゃんと出て美大に入ろうとかね、であの美大に入って一応学んでおけば潰しが効くとかね、大体そういうあの合理的というか打算をばっかりじゃないんですけど、つい考えてしまうのがね、あの本当に後から行くものの才能悲しさというか才能のない人間のみっともなさなんですけど、あの本当にそういう形で私は後追いしてったようなところはあるんですよね。武蔵野美術大学在学中に書いた作品「トリコ」が1984年ヤングマガジン千葉哲也賞優秀新人賞を受賞、念願のデビューも果たし、漫画家として順調なスタートを切ったように思われました。新人賞をもらってね、漫画でもいいかななんて言ってこう始めると、大体漫画を描きたいっていう欲求なんてそんななかったにもかかわらず、要するに好きで好きで漫画を描くのは好きだけど、あのそれは単にその漫画に触れてるのが好きだっていうことで描きたいものがあるのとは多分全然違ったと思うんですよ。でいざじゃあ描くのが仕事だっていう時になった時に、あのないみたいな、出てくるものがそんなにストックがないって時に、結局もうそれで手が止まってしまうんですよね。漫画は描きたいけど描くものがないみたいな状態になっちゃうわけですよ。例えば絵以外のことを、あの話を作るとかキャラクターを考えるとかコマを割るとかっていうようなことっていうのは全く別な勉強学習が必要なんですよね。で今度そういうことをまた何しろ学校しかその今までのひな型、ものを学んでいくっていう時には学校のひな型しかないわけじゃないですか。そうすると何を学ぶのが正しいのかみたいな考え方をしてしまうんですよね。だから漫画は描きたいんだけど描くべきものっていうのをどうやって組み上げていいかがわからない
あるいはそんなことすら考えられなかったのかもしれないけど、どんどん作品を書くっていうことはできなかったですね。そういう悩みから抜け出るきっかけってあったんですよね。何だったんでしょう。入院したんですよ。初めての入院だったんです。二十数年生きてて、肝臓をやられまして、謎の熱が出てずっと、風邪だと思ってずっと寝てたんですけど、なかなか下がらなくて、病院に行ったらさあすぐ入院ですみたいな状態で、その時は本当に死ぬかと思ったっていうけど、死ぬんじゃないかとやっぱ思ったんですよね。それまでで、いやそれは人間いつか死ぬとは思ってたけど、不意になんかこんな死が接近してきたっていうのはやっぱりすごくショックでしたね。大体体が弱っていて、ただでさえ心身が弱っているのに、その急にここに死っていう、こう字がねドーンって出てくるわけですよ。でその1ヶ月くらい入院してたと思うんですけど、その間に自分のやってきたことっていうか、ここでもしねそれこそ死んだらこれで終わり、この今まで残した作品ってあれとあれとあれだけかみたいなね、なんて寂しいんだろうっていうものすごい悲しい気持ちになって、でだんだん元気になると同時に、よし、もうちょっとポジティブにね考えられるようになっているんですけど、今までそのなんて言うんでしょう、グズグズしてこうなんか仕事に必ずしも積極的になれなかった部分っていうのは、その入院の経験を境にかなりね、今楽しまなきゃ損だっていう、これも打算っちゃ打算なんですけど、何か例えば今これだけ我慢して仕事をすればきっと何かこういういいことがあるはずだとかね、なんとかのために我慢するっていうのを、そういうものの考え方をやめましたね多分、今楽しくないものはきっと来年だって楽しくないみたいな、そういう考え方にシフトしてった感じはしますね。だから何かこう作品の完成を目指して刻苦弁励して頑張るみたいな、そうではなくて、今がもうすでに楽しいっていう仕事の選択の仕方をしていかない限りは楽しい仕事はないなっていうふうには思いましたね。だから楽しい仕事ってどこかに用意されてるんじゃなくて、楽しい時間でもいいんですけど、それは楽しくするものなんだっていうような考え方ですかね。だから選んだものを常に楽しくしていく努力を し続ける、そのこと自体が楽しいみたいな、そういうある意味こう健全というか健康的な歯車のはまり方はしたような気しますね。そんなコンさんに転機が訪れます。それまで全く経験がなかったアニメーション制作の誘いを受け、心機一転、新たな世界へ飛び込むことにしたのです。絵を描くことは共通であっても、その動かすことであるとか、いろんなことは新たに覚えるわけじゃないですか。で、物を覚えるというのはとにかく楽しいですから、しかも絵を媒介にして覚えていくわけですからね。で、絵の新しい運用の仕方っていうのをそこでいろいろ学んでるうちに、どれ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 、もっと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 っていううちに、やってるうちに随分漫画から遠くに流れてきたなっていう。だから目の前のことを楽しんでいたら、いつの間にか深みに入っていたという感じですね。何がそのやっぱり魅力でした。やっぱ動くっていうことだったりするんですかね。そうですね、これがまた不思議なところに戻ってくるんですけど、他の人と一緒に作るっていうことだったんですよ。え？いいんすかそんな。出発点は人とあんまり深く関わるような仕事は嫌だっていうところで絵の方に入ったんですけれど、はい、戻ってきたら人と一緒に作るのが楽しいっていうところに結構来てたんですよ。でそれが自分でも面白かったし、じゃあなそれの何が面白いのかっていうと、自分以外のアイディアが同じ作品に盛り込まれる形がすごく面白かったんですよ。で例えば漫画とかその1枚の絵って、
自分一人の名前でこう書いて作っていくと、まあ、もちろん編集者なんかいますけれども、あの基本的に自分一人で作っていく、自分の考えをあの徹底させられるっていう考え方はもちろんあるし、それは美点というかいいところでもあると思うんですけど、逆に言えば自分以外の考え方は出てこないっていうふうにも言えると。でアニメーションの場合はそのまあ短所としてはその誤解の幅、勘違い、思った通りにならないとかっていうことの幅も大きくなって いきますけども、自分からは出てこないアイディアにもすごくたくさん触れられるっていう、要するに予定通りにならないから面白いっていうことが一番面白かったんですよ。それはあのアニメーション監督になってみて、その漫画家時代のいろいろな経験っていうのは生かされていると感じますか？あ、それはもう漫画の経験がなければ、こういうふうにはなってないですし、ものすごく生かされてるとは思いますね。というかそれを生かす形でしか自分の在り方はないだろうっていうふうにも思ってたんで、意図的にその漫画時代に得られたノウハウを盛り込もうとしてるところはあると思いますね。漫画はもう描かないんですか？世間的にアニメーション監督として紹介されるときにいつも一抹の寂しさを感じるのは廃業したわけじゃないんだけどなっていう。だからってことは書くこともあるかもしれない。誰も誘ってくれないんですよね。熱情。次回作について教えてください。はい、なかなかまだ公にアナウンスできない状態なんですけれども、もうすでに制作には突入しておりまして、完成は年内いっぱいを目指してちょっとこぼれるかなっていうところなんですけど、今度は夢をもっと中心に据えて、エンターテインメント作品をやろうと、今まで今サトシ監督作品でおなじみになってる手法を織り交ぜながら、おなじみじゃない新しい試みも、随所に、配置されていると。で基本的にはエンターテインメントをまた目指して作っておりますので、奇妙なエンターテインメント作品になると思いますね。創作活動で大切なことって何ですか？最近これもまたそういう奇妙なことを言えばいいってもんじゃないと、言われるかもしれないんですけど、個性って、ね、言わない方がいいんじゃないかなっていう気がしてるんですよ最近。個性ってで個性を尊重するとか個性を伸ばすとかもっと個性を出してっていう言い方ってすごくしますよね。でこういう言葉を繰り返し聞かせ続けられるとですよ、個性って何か内蔵されてる、自分に埋蔵されてるようなものとして思ってしまうじゃないですか。個性を表現するっていうことは表現すべき個性があるみたいな感じがしてしまいますよね。だからその一時期流行った自分探しにしても本当の自分っていう物語にしてもそうなんだけど、自分の中を覗けば表現されることを待っている何かがあるっていうようなイメージになってしまってるんですよね。でも個性っていうのは実を言えば表現する仕方にあると思うんですよ、外に出す時に出すことによって初めて確認されるものだと思うんですよね。だから目の前にあることをまずきちんと始めてみようと。で何でもいいじゃないか、それはもしかしたら人から与えられた勉強かもしれないし、何仕事かもしれないし、あるいはたまたま、きっかけがあって始めた、何でもいいと思うんですよ。でそれを何か一生懸命本当にその自分だったらこう関わるんだっていうような関わり方をすれば開けることってたくさんあると思うんですよね。要するに動
くことですよね。動くことによって初めて何かが見えてくるし、そのなんて言うんでしょうね、あのゴールなんていうのは設定できないんだと。でこれ何年か前から私その特に東京ゴッドファーザーズを作ってる頃から、そのゴールなんか設定する考え方はしない方がいいんじゃないかと、設定しないっていうのはおかしいですね、逆ですかね、ゴールを設定する考え方ばかりなのは危ないんじゃないかと。それこそさっきの漫画家になりたいっていうゴールを作って漫画家になったらさあどうするで困ってしまう例が顕著だと思うんですけど、そのゴールっていうのは進む中で、常に設定されていくもので、何かこう固まった地点ではないと思うんですよね。でそういうふうにその毎なんでしょうね、毎日をその目の前にあることに一生懸命関わるやり方をしていけば、あの決して悪いところにはたどり着かないような気がするんですよ。だからどっちがより得かっていうよりも、選んだ方をその正しかったものにしていけば、おのずとそのだって正しい選択だけをしているように見えて、その時にたどり着いた場所がゴールであるっていうことでいいと思うんですよね。何がそのまずゴールを見つけなきゃとかね、そういう発想を少し控えると見えてくるものも多いんじゃないかなと思いますね。今日のコンさんの話を聞いていると、やっぱりそう頑張って頑張って頑張ってきて到着した時にあれってなった体験があった頃ことが、多分こういう風に考え方がなってきたっていう、そうかもしれないですねとは思うんですね。だからすごくこう説得力があるとか話せるんでしょうかね。で、すごいことを今日教えられたような感じがしますね。あのアニメーションに関わる人じゃなく、全ての人に、全てのなんか何かをやろうとしてる人に、いや何かやれない人に有効な言葉だったと思います。本日のゲストはアニメーション監督の今聡さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。